19世紀末フィリピン、プリンキパリアに属する家族の典型的な衣服、ラグナ州サンパブロのビラエスクデロ博物館に展示。プリンキパリアとは、スペイン領フィリピンのプエブロの支配者であり、通常は教育を受けた上流階級のことで、後に市町村長と呼ばれるようになったゴベルナドルシーリからなる。保安官、判事、地区を治めるバランガイ町、または市町村長、 知事、前、ゴベルナドルシーリョ、及び人気中の有料な死刑、将校から構成されていた。マウラ法を以前は、この上流階級には、スペイン王室への税金を免除された者だけが、含まれていた。植民地時代の文書では、納税をする者とは、対照的に、彼らを、デプリービレギオアイグラティスと呼んでいた。彼らは、スペイン領フィリピンの真の貴族であり、 古代ローマの貴族階級にほぼ匹敵するものであった。プリンキパレスは植民地時代以前のビッサやルソン、ミンダナオのバランガイと呼ばれる小さな古代の社会単位の領主だけでなく王国、ラジャナート、部族連合、マギノーの支配階級からその起源をたどったものである。この階級のメンバーは排他的な特権を享受しており、プリンキパリアだけが選挙権を持ち、 公職に選ばれ、ドニャドニャの称号で呼ばれることが許された。貴族の社会的特権は、その大きな社会的責任にふさわしいものとして、認められていた。この時代のゴベルナドルシーリョは、わずかな給料しか受け取っておらず、公共サービスのための政府資金も提供されていなかった。ゴベルナドルシーリョは、公共インフラを維持するために、 個人的な資産を使って自治体の運営管理をしなければならなかった。1898年の米西戦争後、スペインが持つフィリピンに対する主権が失われ、アメリカ占領下で民主的な共和制が導入されると、プリンキパリアとその子孫は法的権限と社会的特権を失った。しかし、多くのプリンキパリア出身者は新たな政治社会構造に溶け込み、 一定の影響力と権力を維持した。フィリピンでの間接統治制度を導入するために、フェリペ2世は1594年6月11日の法律で以前の王族や貴族が享受していた統治の栄誉や特権を保持させ保護するように命じた。また、フィリピンのスペイン人総督には先住民の貴族を大切に扱うように命じた。王はさらに、 先住民はこれらの貴族に対して征服前に住民が地元の領主に与えていたのと同じ敬意を払うべきだと命じた。フィリピンのインディアンの族長たちが以前より悪い状態になるのは正しくない。むしろ彼らの愛情を得て忠誠心を保つような待遇をすべきであり、神が彼らを神の真の知識に呼び寄せることによって彼らに伝えた霊的な祝福とともに、 一時的な祝福が加えられ、彼らが満足して快適に暮らせるようにすべきである。そこで我々は、これらの島々の統治者に彼らに良い待遇を与え、我々の名において、彼らがかつて領主であったインディアンの統治を委ねるよう命じる。その他、総督は州長に正当な利益を与えることを確認し、インディアンは彼らの異教の時代に行ったように、 認識として、彼らに何かを支払わなければならないが、これは我々に支払われるべき、健常品や、彼らのエンコメンデロスに関係するものを損なうものでは、ない。フェリッペ二世紀の直霊、1594年6月11日、この法律によって、フィリピン人貴族は、スペイン王のエンコメンデロスにもなり、スペイン王はこれらの貴族を通して、間接的に国を支配した。 この規定に付随して先住民の貸し家に関するすべての既存の規定、法律がフィリピンのプリンキパリアにも適用された。彼らの領地はスペイン帝国から自立し続国化したバラン街となった間接統治のシステムは農村部の平定に役立ち、1898年にフィリピンのスペイン政権が崩壊するまでプリンキパリアまたはプリンキパレスと呼ばれる。 上流階級の支配と役割を制度化した。16世紀末までにフィリピンの王族、貴族、ヒダルギアは、金室化、ヒスパニック化、キリスト教家された貴族であるプリンキパリアに変容を遂げた。これら植民地時代以前の王族、貴族は、スペインの政権が終わるまで伝統的な領域を支配し続けた。しかし、マニラ近郊の地方では、 古くからの支配者一族が維新と役割を失っていたため、新しい指導者が選挙により継承された事例があった。植民地政府の所在地に近いことが、彼らの権力と重要性を低下させたと思われる。スペインがアメリカに列島を奪われるまでは、中央政府の支配力が弱まり、強制的な手段を用いなくても秩序が維持できる。遠方の領土では、世襲制が依然として実施されていた。 これらの遠隔地では、拡張性の社会が続き、人々は、プリンキパリアに対する尊敬の念を持ち続けた。プリンキパリアの中でもほとんど続調家の系譜は、ディオス・ダド・マカッパガル大統領、クロリア・アロヨ大統領、ジョビト・サロンガ、レア・サロンガ、ジルプ・ヤト等を排出している。ありがとうございます。